おはようございます。おはようございますすいす。ません。違う人の URL をしてました。ごめんなさい。さあ、もういつでも走れる用意してますね。洋 です服。ね、もうこれ戦闘服なんで。選挙戦何日目になりますかね。4日目かな。4日目、いかがでしょうか。まあ、こなすべきことをこなしていくと。はい。いうところだけですかね。まあ、手応えっていうのはなかなかこう分かんないんで。正直日前と後でどういうふうにこう変わるんですか？まあ、周辺の意識は変わりますよね。で、やっぱり後援会の車じゃなくて、選挙カーになるので、まあ、それっぽさは出てくるのかな。で、まあ、やっぱり、その子供たちも含め、その振り向く頻度は増えますよね。まあ、講演会の車で何度か乗ったことあるんだけど、まあ、ほら、録音で大体流すんで、まあ、やっぱりそれが生声でね、ウグイスさんの声とか自分の声とかで流れるんで、まあ、雰囲気は少しずつ盛り上がってきてるかな。あと、まあ、手振ってくれる人がどれだけいるかっていうのが、まあ、反応なので。まあ4年前の覚えてるかっつったらね、終盤の方は覚えてても、なかなか最初どうだったかなとか、そこですね。なんか相変わらずちょっとクールですね。なんかすごいアドレナリンいっぱいでああ、そなってるかと思ったら落ち着いてますね。う。落ち着いて、まあ、やるべきことをやるしかないですからね。息したわけですから、前回前々回と比べて、ちょっとなんか今回はもう落ち着いてるなっていう感じですか？もう以前からそうですか？ああ、よく言われるんですけどね。もっと一生懸命しなさいって言われるんですけどね。一一生緒懸命やってるんですけどね。なるほなんかど。こう、冷静を装うのが得意なのかもしれないですね。そうなんですね。およくわ祭りかんない。よくわ男ってかんない。私はイメージがあったから。ああ、まあ、最後の最後は、まあ、そういう風になるのかなと思うけど、なるほまど。だまだ、こなさないといけない。まあ、なんかこう、こなさないといけないことみたいな気がしてるんで、そのルート通り回ったりですよ。あの地域行ってないよね、みたいルートっていうのもちゃんと準備してるんですか？な。まあ、ある程度、まあ、鹿児島市内って言っても南北ね、長いですからね。ではこの地域、この地域。で、まあ、9日かけて全部回る。地域はやっぱり重点的に回るとか、あるので。一応、ルートは、まあ、それ通りはいかないですけどね。で、まあ、言い方が悪いですけど、やっぱり現実問題長いので、捨てる地域というか、選挙カーで走るという意味では捨てる地域ってありますでしょまあまあ、それは出てくるでしょうね。う？まんべんまあ、なくは無理すでべすもていくかといったら、まあ、講演会の活動はね、長くできるから、それなり隅々まで行くけど、実際自分が乗ってすべての地域行くかっつったら、今日も半分ぐらいいろいろあって乗れないんで。昨日、私、甲突川の3年ぶりに開催されたというか、許可されたこうお花見フェスタに出展してたんですけど、やっぱりですね、有川さんだとか、吉田さんだとか、福山さんだとか、いろんな選挙カーがその周りを通ってましたよ。ああ、うちも行ったけどね。あ、行きました？あ、ちょうどあれだったので。昨日出店。今日も出店ですけど。昨日はね、竹の橋から、郡本から行って、右側、奥の右と、奥の、違う、右側両方行ったの。なるほど。ただね、あんまり聞こえないんじゃない？そうかも。俺ね、自分の中で呼ばれたところ行ってて、選挙カーつけるけど、あんまり聞こえない。ああ、ですだよからあんまね。選挙カー意味ないな。まあ、練り歩きはしたんだけどね。練り歩きしたら結構面白いね。やっぱり花見ね。やっぱりこの4年間、まあ、4年前と比べて、団体さんがこうあるじゃん、こうなんか。知ってる人が一人でもいる確率っていうのは分かってきたよね。
うん、なるほどね。一人いるともう、そこのチームはもう、ああ、応援してくださいみたいな。なるほど。あ、でも選挙カーで走った人はいたけど、こう、蓬莱さんみたいに練り歩きした人はいなかったかもな。あ、昨日ね、南日本新聞の人がいたけど、うん、蓬莱さん、やっぱりやられるんですかとか言われて、うん、ずっといるけど、今日蓬莱さん3人目で、あと2人は新人でしたよ、みたいな感じ。なるほど。この身いいのになぁとか思いながら。選挙カーは1台でしたよね。あ、基本的に1台ですね。ということは、どうするんですか、一応基本は乗ってるんですか、蓬莱さんは、選挙カーに。あ、僕はどっちかというと乗る派。アポイントっていうか約束がない限り。うん、乗ってそこで。まだ、うん。まだ朝礼とかがちょこっとあるんで。あ、そうなんですか。うん。いいよっていうところがあるんで。まあ、そういうところをね、回ったりすると、どうしても選挙カーと切り離さないといけないですからね。うんうんうん。で、切り離してる間、選挙カーは、蓬莱さん抜きでこう走ってもらうとか、そんな感じですか？ああ、そう、まあ、ウグイスさんすごいよ。なるほどね。ですね、うん。そこでやっと分身の術っていうか、二手に分かれて活動できますもんね。そう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 。どうするのか、一緒にいるのか、あれにするのか。うん。まあでも、その、住宅街なんか行くと、まあ乗ってた方がね。うん。手を振ってた人に車止めていくと、うんうん、やっぱり本人の方がね、うん、それは、なんていうのかな、あとあとその投票行動に移る可能性が高いのかなと思うけど、うん、なるほどですね。結局投票に行ってもらわなきゃいけないんで、一票入れてもらわないといけないんで、うん、ちょっと世知辛いね、いやらしいけどね。いやいや、大事、戦略だと思います、やっぱりね。うん、昨日、これ入ってましたよ。これを見てみんな選挙を誰にしようかなって決めるこの新聞ですか。うんうん、はいはいはい。この場所っていうのは、もう明らかにこの一面の人いいなって思うんですけど。うんうん、だろうね。この場所ってどうやって決まるんですか。それもわかんない。わかんない。え、これ手順なのかな。これなんかくじくかしないと。看板は18番だったんだよね。エース番号18番。エース番号18番。はい。でも、どこを狙ってたとかあります？特にない。さあ、端っこで、やっぱね、端っこの方がね。まあ、そこら辺ありますよね。やっぱ、目につきやすい場所。そして、すごい戦略を取ってる人がいてさ。ほう。うん。申請に一番最後に来るわけ、わざと。はい。そうすると、25人全部くじが引き終わってるから。うん。自動的に末番26番を手に入れることができるという。ああ、ウトさん？すごいなと思いました。あ、そうなるんですか、その、残った。だってもう25時まで受付だから。残った9時になるわけじゃなくて。残らないでしょ。何人来るか分かんないんだから。そのだから、はい、5時まで受付だ。5時まで受付だから。要は25人が来て、9時をこう引くわけですよね。うん。その中にこう26番っていうくじが入っていたら。だって26番あるか分かんないじゃん。あ、そっかそっか。うん。そういうこと。確実な人の分だけ埋めていくんだよ。へぇー。あとね、おぉ、すごいなと思ったところ。なるほどね。うん。宇都さんに会ったら言っとこう、それ戦略だったのか、本当の遅刻ですかって。聞いて。天然だったらすごい。天然だったらすごいけどね。一応、話した感じでは天然ですよ、あの人は。なるほどね。はい。じゃあ、今日はどんな流れですか？今日は朝礼ですか？うん、朝礼いきます。今日は朝礼も含め、ちょっと挨拶回りをたくさん入れてもらったんで、うん、支援していただけるところに、午前中は場所ぐらい約束が取れたので。はい。はい、もうそこでやっぱり、この前も言ったように話を聞いてもらわんと、うん、やっぱりそのチラシだけでもね、広報誌だけでもな、まあ、昨日もちょうどマサゴでやったんだけど、立ち会いに、はい。やっぱこれでは伝わらんことがよく分かった、話を聞いて。うんうんうん。うん、やっぱそこだと思うんだよね。うん、やっぱ伝わらないですよね。直接会って話さないとね。なるほどね。はい、まあ、それを、うん。子供真ん中、ど真ん中ね。子供真ん中、ど真ん中。
ていうことで、医療人だからこそ引き続き取り組む課題とかですね。ああ、そうですね。で、もう最後の医療系議員なんで。ああ、唯一の。そうですよね、うん。大園さんも、前原さんも、うん、辞められて、そうですね。まあ、伊佐地区に同じ同士の薬剤師の池畑くんがいるけどね。はいはい、池畑さん。やっぱ鹿児島市内。当選でしたよね、確か。いよいよ選挙でしょ。あ、選挙ですか。うん、もうでもちらほら米丸さんだとか田畑さんだとかなんか中村さん中村さんだからその日に決まる5時に決まるの無投票そうですよね。そういう感じがフェイスブックでありましたけどね、はい、さっきも子供が手を振ってくれたりとかって言ってましたよね。ああ子供が子供には人気あるなやっぱり。やっぱ大事なんですか。もうここだけの話と言ってもインターネット流れるけど、その子供って投票権ないわけじゃないですか。うん、まあ、うん、子供が大事というか、反応が大事というか、うん、子供は大事です。ただ、自分の小さい時も選挙カーって好きなんだよね、子供。多分他の候補者も結構振ってんじゃないかな、うん。ただ僕は子供に向けて思い切り手振るけど。なるほど。もちろんみんなね、手振るし、子供たちにっていうのはすると思うんですよ、うん。そんな子供がいたら選挙権ねえのにとか、舌打ちしたりとかするわけないんですけど、そんなやついないんですけど、でも子供は選挙権ないと。だけど、その子が、まあそこのね、計算してるって思われるの嫌だけど、こう、親にやっぱ伝えるだとか、そういうのって実際あるんですかね。わかんないね。で、そうそうそう。まあ、宮地選挙の時に、うん、やっぱり拓磨も子供たちに人気があってさ、子供にビラを渡したりするのよ。うん、で、渡した後、それ、俺が後ろにいて、それちゃんとお父さんお母さんに渡してねって言ったら、あれさん、そんなこと言う必要ありません。僕は彼に渡してんですっていう。そこはちょっとね、感動したね。なるほどね。うん。だから俺も一切今言わない。お父さんお母さんに渡してねえとは言わないと。うん。それはいいですね。それはなんかすごく、なんか衝撃的だったね。確かに。絶対私なら言うもんね。うん、その、うん、お父さんお母さんに渡してよ、この子たち選挙権ないしと、うん、投票権ないしと、うん。でもそうじゃないんだと。うん。うん、やっぱり未来をね、見て。大事。それ、かっこいいですね。すごく俺反省したもん、その時。ちゃんと言うから偉い。私だったら俺が思いついたっていう感じでそれから使い続けますけどね。よし。では意気込みとかなんか最後言って、はい、行ってらっしゃいと、うん、はい。まあせっかくの選挙戦の期間中なんで宝が来るような良い政治蓬莱よしあるに、はい、大切な一票をくださいって言っていいわけですもんね。もう公示日過ぎたから、はい、堂々と言えるので、はい、一票一票の積み重ねです、はい、ぜひ蓬莱よしある鹿児島市郡区唯一の医療系議員あなたの命と暮らしをお守りします。蓬莱よしあるです。はい、頑張ってください。よろしくお願いします。はい、いってらっしゃい。